こんにちはったらこんにちは、いつもです。今週は先週作ったホール素子の部品から磁場の強さを読み取ってマイコンに渡すために ADC を使ってみました。とりあえず磁石の磁場を測ってみたので、その様子をご覧ください。はい、これが今回測るフェライト磁石になります。表面に N と刻印がしてあります。で、上で流れているこの数字ですね。この数字が、AD から出てきた磁場の強さになります。で、この位置に磁石を置くと、値が1010あたりになります。で、ひっくり返すと、1130ぐらいの値になります。結構ね、ノイズが乗ってますね。で、元の方向に戻しまして、ずーっと近づけていくと、数字がだんだん減っていってマイナスまでいきます。一番近づけるとマイナス7000から8000ぐらいの数字ですかね。で、ひっくり返すと、プラス1万ぐらいになります。オフセットがありますね。で、またずっと離していくと値がどんどん小さくなっていって、で、さっきの1100ぐらいまで戻りますね。で、さらに離していくとだんだん小さくなっていって、この辺でもねまだね多少反応がありますね。はい、ずっと話していくと、で、これどっちに戻ります。まあ、こんな感じでですね、ホール素子の、出力を AD 変換してマイコンに送ることができているということが見えました。というわけでですね、今回この仕掛けについて、資料を用意してあるのでご覧ください。ホール素子の出力を 24bit ADC で読み取るというお話です。よいしょ。で、ホール素子の出力を精密に読み取るにはっていう話で、マルチメーターなんかだとちょっと全然桁が足んなくて、で、マイコンの ADC 使ってですね、ちょっとというか全然性能が足りないんです。で、もう少しマシな ADC が欲しいので探してみました。で、そうするとですね、この、これ。カーソル、よいしょ。これですね。HX711 モジュールで、というのが出てきます。これですね、普通は、はかりですね、ロードセルとかをつないで、使うような AD になります。で、まあ、DIY 界隈ではですね、割と定番の AD かと思います。4つセットで、まあ、700円弱。お安いですね。はい。で、24bit のデルタシグマ ADC っていうのは何ぞやっていう話なんですけど、24bit なんで、解像度としては1600万ステップぐらいあって、結構、細かいところまで測れる AD になります。ただし、スピードは遅いです。で、このサンプル、この製品ですね。この製品は、10サンプルパー秒で使います。で、入力はですね、2チャンネルあって、片方のチャンネルはゲインが128倍固定。で、もう片方のチャンネルは64倍と32倍が選べるんですけど、今回は32倍で使っています。ホール素子の出力はですね、ロドセルの出力なんかと比べるとだいぶ大きいので、128倍だとちょっとゲインが高すぎですね。なので32倍でやります。で、この、HX711 のモジュールなんですけど、電源電圧はですね、5V 前提になっています。で、IC 自体はですね、2.7V から使えるんですけど、この VDEG のところですね、VDEG 出力が 4.3V になってて、今のままだと電源超えちゃうので、ここに抵抗値をちょいと1個足してですね、この電圧を下げます。で、今回はですね、ここに 18kΩ の抵抗を乗せました。元々あった抵抗の上に無理やり判断付けですね、でパラにしてます。で、これで VDEG が 2.6V になりますので、3.3V 電源でも使えるようになるということです。で、詳しくはですね、このアドレスに、参考になったサイトがありますので、そちらをご覧ください。で、回路図としてはこんな感じです。マイコンはですね、いつものように、STM32L010 を使います。で、こっちがですね、ADC のモジュールですね。
HX711 になります。で、GPIO のポートを2つ使ってインターフェースしています。独自のインターフェースなので、ライブラリとかあればそれ使えばいいんですけど、今回はですね、ライブラリが使えない環境だったので、自分で関数を組みました。で、AD とこっち側にホールトシーがあって、それをつないでいます。で、ホールトシーの4端子ですね。を、電源と、この A 入力、B 入力に、つないで使っています。本来はですね、B 入力にだけつなげばいいんですけど、原因を変えて試してみたかったので、両方につないでいます。よいしょ。で、今回作った波形がこれになります。D1、こっちはですね、クロックですね。で、これを24回パタパタパタとやって、出てくるデータを読み取ります。で、24回読み取った後に、さらに2回クロックを入れることで、モード設定をしています。で、このクロック2回余分に入れることで、32倍の B チャンネルの設定になります。これが実際の測定の様子なんですけれども、ここに磁石を置いています。で、ここにホールト紙があります。で、これが AD です。で、こっちがマイコンですね。で、24ビット出てくるんですけど、結構ノイズっぽくて、下側は使えないので、下位7ビットは切り捨ててます。で、4回平均も取っています。で、秒間10回なので、そのうち10回のうちの4回を平均して取っています。なので、まあ、コンマ4秒ぐらいおきに、ネットデータが出力されるという感じです。で、まあ、感じですね。AD 本体の実力は17、8ビットぐらいなのかなというふうな気はします。まあ、電源が割とザルですからね。しょうがないかなと思います。で、ここに表示されている数字の一番下の桁ですね。一番下の桁が1変わると、0.6 マイクロボルトの変化になります。電圧で見てですね。なので、結構小さい数字です。はい。資料は以上になります。はい。というわけでですね、ポール素子を外付けの ADC を介して繋いでみました。結構微弱な磁力も取れそうなんですけど、地磁気が取れるかどうかはちょっと微妙ですね。はい。普段はロードセルとかを読み取るのに使う HX711 なんですけど、ホール素子を繋いでもちゃんと使えるということが分かりました。はい。なんか、この後ですね、使い道を考えてみようかなと思います。はい。では、この動画、面白かったなと思われましたら、高評価ボタンだとか、よかったらですね、チャンネル登録だとかしていただけると大変僕は嬉しいです。ではまた次回。